カーソルを当てるとこのディレイリクエストとかあのディレイリスポンスとかディレイリクエストとかっていうのはみんなこういった形ですぐにこうどのぐらいの、時間がかかっているのかっていうのも全てこう出てくるっていうのはまああのこういうところはやっぱり FPGA のパワーだなという思うところがすごくございます。こんにちは、皆さん本日はお集まりいただきありがとうございます。お時間になりましたので始めさせていただければと思います。本日なんですけれどもあの池上通信機の今成さんと EOM を使ってみますというセッションでして、EOM っていうのがそもそも IP フローのモニタリングソリューションなんですけれども、こちらをですね、実際に、日頃より IP 設備の設計であったり構築に従事されている今成さんに操作していただいてご意見をいただくというようなセッションになっております。で今回あのビットミートというオンラインイベントにこちらの EOM を設置させていただいておりまして、そちらに流れているフローですねどういう構築なのか等もあの今成さんからお話しいただければと思います。本日は今成さんよろしくお願いいたします。おはようございます。よろしくお願いいたします。池上通信機の今成でございます。お招きいただきましてありがとうございます。よろしくお願いします。ちょっと今日はですねあのユーザー代表というかですねあの実際この IWI さんの EOM というのがまあどういう仕組みであるのかというところをあの今日参加いただいている皆さんがねなるほどこういうものなんだなというのが分かるような形でご協力できればと思うのと、あのビットミートオンラインという企画自体はもうかれこれ2ヶ月ぐらいやってるんですけど、そのある意味このセッションは最もその IP の特徴がよく出てて、あのビットミートオンラインという企画のその意図にもとても沿うセッションなのではないかなと思っているので、ぜひあのよろしくお願いいたします。今あのこのビットミートオンラインニュース&ウェルカムという画面見えてますかね、本田さんね。見えてますか？はい、見えております。あ、よかったです。はい。こちらのビットミートオンラインのホームページになっております。IIJ の山本文治さん中心にですね、こう、いつもですね、こう作っていただいているんですけども、おとといですね、実はあの突如あのバグが発生しましてですね、それまであの背景が、背景色が白だったのが、今はこう、クリーム色になっているとかですね、こうあのいろいろあのいろんなことが日々起こっているという、まあ、ある意味その、生放送的なこういろんなことがあるぞっていう、まあ、そういったサイトでございます。後ほどあのリンクをお送りしますのでぜひあの皆さんであのちょっと探っていただければと思うんですが、このビットミートオンラインビットミート .tv というところでこのホームページに来てここにシステムというのがございます。でこれクリックしていただくとですねあのこのように、まあ、今回そのネットワークがどういった形で構成されているのかというネットワークトポロジー、これは、ね、山本文治さんに作成いただいたものなんですけれども、こう見ていただくようにですねあの横浜にデータセンターというものが IIJ さんの、ところがございます。で、基本的にそのデータセンターに、まあ、向けてというか対してというかですね、こういろいろなリーデルさんの代々木であったりこのアリサさんの都内のデータセンター、宇都宮、池上宇都宮なんてありますね、日比野さんの港、港区、これ、日の出桟橋の方に新しいあの新社屋ですかね、オープンされたということでございます。はい、友香さんの秋葉原とか、まあ、いろんなところあるんですけれども、まあ、こういった、かなりあの関東広域の各所にですね、いろんなこう箇所があるところを、こういった形で、IIJ さんの、あの VPN、あのバーチャルプライベートネットワークの、まあ、ルーターとですね、あと、フレッツ の, あの足回りを利用して、実際にこう、広域 の, あ の, 回あのネットワークを組んでます。はい、で、この横浜のデータセンターというところに、まあ、例えば、有名なあの EBS のビデオサーバーですね、はい、スローモーション VTR、それからあの同じ EBS 社の、DB というですねあの GPU ベースのスイッチャーであったりとか、まあ、今回目玉商品の一つなんですけども、同じようなグラスバレーさんのクーラーというスイッチャーであったりとか、有名なあのラボの V マトリックス、IP ゲートですね。はい、それらのものがたくさん、収容されているのがデータセンターでございます。はい、で、このですね、こういった物理的なその接続に対して、まあ、ネットワークのトラフィックフローっていう図なんですけど、実際その、それぞれの、ネットワークがどういった、特徴を持っているのかといったこの図になります。で、この YYG っていうのはですね、この上見ていただくと、代々木の略だったりするんですけども、アリスタさんのデータセンターであったり、こう新橋であったり、これ宇都宮ですね。で、それぞれが、L2 の、L2 トンネルプロトコル、L2TP という形で接続されていたりとかですね、単純にその、インターネットを利用した、VPN の回線でこう、L、
レイヤー3で制御を通していたりとかっていう、こういろんな形での、特徴を持っているのが、まあ、ここからここまでのネットワークはこういった機能を持ってますっていう図になってます。はい、で、まあ、ここにですね、IIJ さんのこうデータベースセンターというところに、まあ、いろんなものがこう集まってくるよという、まあ、そういった図になっています。はい、で、実際ですね、データセンターの中のその機器の実装の情報ってなかなか表に出てこないので、今回まあ、IIJ さんのご講義もありましてですね、実際今回のビットミートオンラインの実証実験でどのような機器に実際にそのラックに実装されているのかという、もう図面もですね、ちょっと今度公開していいよということで、公開させてもらっております。3つのですね、46ラックユニットのサーバーラックがございまして、こんな形でものが入っています。で、まあ、グレーのところが、直接関係のない、まあ、IIJ さんの、まあ、リソースということで、白いところでちょっと見ていただくと、まあ、有名な EBS さん の XT4K という 4K のビデオサーバーですね。それから、先ほど、ご説明した DB という GPIO スイッチャー、グラスバレーさんのクーラーというスイッチャー、ラボの V マトリックス、こういったものがいろいろ入っております。ちなみにここにですね、今日のお話の IWI 社の EOM という、これが物理的なそのスイッチの形をしているもの、まあ信号をタップしてくるものなんですけれども、でその下に今度それを解析するための頭脳にあたる、ソフトウェアが入っているサーバーがあります。はい、でその他にも、後でフローを見るときに、データを実際にその参照しているこうリーダー電子さんの LV5600 とかですね、それからここにカルレックさんのタイプ R という、これ IP オーディオの、まあ、プロセッサーがまあここにあるということなんですが、まあ、こういったものがですね、実際に機器の中で実装されているんですけれども、IWI さんの EOM というのはこう多種多様な信号が実際このまあ、オンプレミスのこの設備の中でどういう状態になっているのかというのを可視化するための仕組みです。はい、でちょっと自社の宣伝するとですね、この先ほどの宇都宮から常時伝送しているという映像は、こちらのこのアーカイブというリンクをクリックしていただくとですね、まあ、こういうのが出てきましてですね、まあ、これをクリックしていただくと、まあ、このように動画が再生されるというところですね、この恥ずかしながらこう私もですね、出ているぞと。はい、でこれもですね、そのビットミートオンラインのところからこんなことをやったんだっていうのをご覧いただくので、まあ、これが、今、ビットミートの実証実験のために、まあアーカイブという形、常時伝送という形で、まあ、利用させてもらっています。そういった総合的なですね、ビットミートオンラインという企画でございます。ぜひですね、ご覧いただければと思います。はい、それでは早速ですね、今永さんにご説明いただいた、機材の一部の、パケットがですね、ミラーして EOM に入ってきておりますので、そちらを監視していきたいと思います。はい、でまあ、ここから弊社の開発担当のですね、長谷川も交えてご説明させていただければと思いますので、はい、長谷川です。ただいまご紹介に預かりました開発担当しております長谷川と申します。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃちょっと早速なんですけど、まあ、ライブならではということもあって緊張しますが、あれこちらのデータがそうですね。はい、じゃあ始めていきたいと思います。はい、まずこちらの画面が EOM の一番初めの画面ですね。EOM を操作いただく上で一番初めに触っていただく画面でして、このメーターのようなものとドロップカウントという項目、あと IP フローズというこの六角形ですね。この3つが1つのセットになっておりまして、1つのポートを示しております。イーサネット1というこの枠の中が一つのポートを示しておりまして、こちらの最大アリスタ7130の方で、ご利用いただく場合には最大こちらが32ポート分、アルベオ U200 で 10G25G でご利用いただく場合には8ポート、100G の場合はこちらが2ポート分表示されるような画面になります。順番にご説明いたしますと、このメーターのようなものですね、こちらが実際そのポートに対して流れているデータの流量を示しておりまして、現状ですと MAX が 10G という設定なんですけれども、10G の中でこういうふうに使われているというところですね。25G、100G でご利用いただく場合には、こちらの上限が 25G、100G になります。次がドロップカウントという項目でして、こちらはそのポートに対して流れているデータのうちにどれぐらいパケットのドロップがあるかといった項目を示しております。現状ですと1でもカウントアップされますとね、真ん中の数字が1でもカウントアップされますと赤く表示されるようになっているんですけれども、こちら識位置を設けていただいて、例えば100までは黄色を信号にして、100以上ですね1000とかにすると1000を超えた場合には
赤くして、SNMP やメールで通知を飛ばすといったようなことも可能です。最後は IP フローズという項目でして、こちらの六角形一つ一つが、データ種別に対応しておりまして、そのポートに対して流れているもののうちどういうデータが流れているかというところを示しております。このようにマウスオーバーしますと、そのポートに対して流れているデータのデータ種別ですね、流れているデータ種別とフロー数が表示されます。バリューという項目が、流れているフローの数になります。はい、でこちら今下のポートの方で大量にパケットドロップを起こしているように見えるんですけども、こちらはちょっと我々の本日のセミナーのためにですね、ちょっと無理を言って100ギガのものを展示の口にミラーして入れていただいてますので、このような表示になっております。なので故意的に起こしているパケットドロップなので正しい挙動であるということをご理解ください。はい、で次の画面がですね、より詳細な情報になりまして、ポートを選択していただいてクリックしていただきますと次のポートに次の画面に移ります。こちらの画面ですと先ほどの六角形一つ一つに対してこのようなボックスが用意されておりまして、で先ほどはマウスオーバーしなければデータ種別とご覧いただけなかったのですが、こちらの画面ですと、画面を遷移していただくだけでこのように対応しているデータ種別、流れているフロー数をご覧いただくことができます。で先ほどの六角形の中にはなかったアザーという項目なんですけれども、こちらは現在 EOM で詳細に可視化することができない対応しないプロトコルに関しましては全てアザーという項目に振り分けられております。はい、でこちらの画面ですと実際にシンプティ2110の20のフローが2と表示がございますが、こちらですね、このフローの中身をご覧いただくことができます。実際に流れているフローの中身がこちらになるんですけれども、ご覧いただきたい項目としましてはソースとディスティネーションですね、そのフローがどこからどこへ流れているのかという項目をここで一目でご覧いただけます。でこちらソースとディスティネーションのセットを一つのフローとして判定しておりますので、例えばマルチキャストの配信でソースが同じ場合でもですね、ディスティネーションが違えばそれを違ったフローとして別のフローとしてですね認識することができますので、そういったトラブルの際の経路の特定にもご利用いただけます。でまたここがラベルという項目なんですけれども、こちら今リーダーさんの LV5600 とイマジンさんの、ストリームが入ってきておりますが、こちらラベルを個別に、手動で設定することもできますが、NMOS に対応している機材の情報ですね、そのまま引っ張ってきて自動で登録することもできます。はい、でこの画面の項目はたくさんあるんですけど、その中でもどこかご紹介したい項目とございますか？そうですね、この画面で、まあ、主に見る点としてはですね、まあ、この画面で各フローごとにどのようなものが流れているかが一目で見れますので、例えば今流れているフロー2つがここにの詳細に出てくるんですけど、これ全て表示されておりますので、この画面でも一目で今どんなものが流れている、どこから来てどこに行くものが流れているっていうものがこの画面でも確認が取れます。さらにこの画面で例えば意図していないフローが流れているときも、この画面で例えばラベル登録されてないものが出てきた場合はラベルハイフンのものがここに急に出てきたりしますので、この画面で、まあ、設定してないものが流れて出てきたときとかもそれを確認して、あれこれおかしいなっていうのが一目で分かるようなことが可能です。はい、はい、ありがとうございます。で次の画面が EOM で表示することのできる最も詳細な画面になるんですけれども、こちらがですねプロトコルごとに持っている情報が違うこともございまして、この詳細なプロトコルごとに画面のご用意がございますので順番にご覧いただければと思います。まずはシンプティの2110-20からですね。はい、移ります。はい、こちらの画面に遷移していただきますと、先ほどのようにフローの詳細の表示がございまして、その下にですね、ビットレート、ジッター、レイテンシーを示すグラフが3つ、用意されております。ですので、より感覚的にですね、こちらの項目、どういったデータが今リアルタイムで流れているのかというところをご確認いただくことができます。こちらの項目についても補足お願いします。はい、こちらの項目なんですけれども、まあ大まかに分けて5つ見るべきポイントがありまして、まず一番上が流れているフローの種別で、こちらのグラフが、まあ、ビットレートのグラフで、こちらのグラフが、まあ、ジッターのグラフ、まあ、マックスアベレージミニで、
同じように、レイテンシーのグラフ、こちらは、まあ、EOM に到達するまでの、まあ、ネットワーク遅延っていうものを見ております。でさらにこの下に、上で表示されている2つのフローがの詳細な情報、まあ、この時間にはこのフローのどういうものが来たよっていうものが表示されてまして、まず一番上からご説明させていただきますと、こちらにラベル、まあ、先ほど本田からも説明があったように、まあ、どんな機器から来て、でこちらディスクリプションっていうところもご設定いただけますので、この機材のどんなデータが来てるよ、いや、まあ、もっと分かりやすく、まあ、この機材のカメラ1からビデオのこういうのが来てるよとかっていう細かな設定もすることが可能です。またこちら、まあ、202のダッシュ7冗長化にも対応してますので、例えば、まあ、今回の場合は冗長化プロセスの、まあ、監視は設定していないんですけれども、 Excel にて見て簡単に設定していただければ、こちらで例えば冗長化されているので0と1っていうそれぞれの系統があれば、例えば両方同じ、まあ、ポイントのパケットが落ちた場合っていう場合は、こちらのグループドロップっていうものがカウントアップされます。でまた例えば0と1っていうそれぞれのフローのどっちが早く来ているよとか、どれぐらい同じパケットが来るのに時間がかかっているよっていうものは、こちらのグループギャップというところで表示されます。また他にもこの画面でトップに表示されていたビットレートとはまた違ったビットレートがこちらに3種類表示されておりまして、例えばこちら見ていただくと、ビットレート10マイクロ、ビットレート100マイクロ、ビットレート1ミリっていうような項目があるんですけれども、これ何を表示しているかって言いますと、このフローが入ってきた、このフローの、まあ、BPS の10マイクロ、まあ、トップに表示されているのはあくまで1秒に平均化されたビットレートなので、こちらじゃあ10マイクロで一番来た時ってそれを1秒換算したらどれぐらいのビットレートになるのっていうものをこちらで表示しております。まあ、同じように右は100マイクロで1ミリっていうような形になっております。じゃあこれなんで表示されているのっていうようなことになりますと、これなんですけれども、例えば今入力口は10ギガしかないんですけれども、それを10マイクロっていう短い期間で見たときに、今 2.6 ギガ BPS 相当できてますっていうような形になると、これ同じようなフローが4ついて、全く同じタイミングでビットレート10マイクロで来るものが10マイクロ間の間に 2.6 ギガで4つ来てしまった場合っていうのは10ギガを超えてしまうので、そういったときにどうしても口が耐えきれないっていうことがありえますので、それらを確認するためにこのように、まあ、じゃあどんどん細かくして見ていったとき、どれぐらい一気に来てしまうのっていうものをこちらで確認をしております。またこちらのビットレートのグラフなんですけど、まあ、先ほどもお話しさせていただいた通り、基本的にはまあフローを合わせた形のまあ BPS が表示されます。こちらも、まあ、例えば急にこちらのグラフが跳ね上がった場合は、あれなんかおかしいぞ、1秒間にすごいいっぱい来てるぞですとか、もしかしてここフロー増えてるんじゃないのっていうのが、こちらの画面を見ることで一目でわかるようになっております。でまたこちらの実態もまあ同じように、まあ、各データがどれぐらいの間で来てるかっていうものを見ておりますので、まあ、パケット一つ一つの間隔がどれぐらいかっていうものを見ておりますので、例えばこちら MAX アベレージミニって出てるので、例えば急に MAX が跳ね上がったよってなった場合は、もしかしたら他に流れてるデータに押されて一個一個のパケットの間隔が長くなってるかもしれないっていうものもここで確認が取れたりします。まあ、レイテンシーも同じですね。結局他のものに押されてどんどんこのパケットが来るのが遠くなってるかもしれないっていうものがあります。また下の詳細な画面の話をさせていただきますと、こちらの画面でそれぞれ固有の、例えば今回の場合211020ですので、映像ですと、まあ、映像のサイズ等気になると思いますので、こちらでサイズが例えば今回の場合は 1920×1080 の映像データが来てるんだなですとか、フレームレートどれぐらいの FPS のデータが来てるのか、まあ、今回の場合 30fps だなですとか、インターレスはあるのないのとか、
で、また、スタジオによってはもちろん VLAN ID でデータと区切っていると思いますので、まあ、どの VLAN ID に割り振られているかと、RTP、まあ、パケットの基本情報である DSCP、TTL 等も含めて、すべて詳細な情報で表示されております。で、また、これらの情報はですね、ドロップしたタイミングだけ見たいよっていうようになった場合とか、このジッターがあったポイントだけ見たいよってなった場合は、ですとかは、右に今、更新間隔、みたいなボタンがあるんですけど、こちら一度止めていただいて、グラフのこの部分というようにフォーカスを当てていただいていきますと、どんどんその部分だけが表示されていきますので、もちろん下の詳細なデータもこの部分のデータのみになりますので、このような形でどこでエラーが起きているな、どんな時にエラーが起きているんだろうっていうものをこちらで解析していただくことが可能となっております。はい。ありがとうございます。今あの映像のフローですね、2110の20をご覧いただきましたが、PTP の方の詳細な画面もご覧いただければと思います。少々お待ちください。はい、こちらがあの PTP の画面ですね。一番詳細な画面になっておりまして、こちらはあのソース IP ですね、先ほどと同様にソース等に加えまして、メッセージタイプのグラフの表示がございます。このように実際にシンクのメッセージだったりマネジメントのメッセージ、フォローアップ、ディレイのメッセージ等が PTP のパケットの中にどれぐらいの割合で含まれているかということを表示することができます。この画面の項目についても補足お願いします。そうですね、この画面が、まあ、表示されている理由といたしましては、例えばどれかのメッセージが、こちらでいうとシンクマネジメントフォローアップ等あるんですけど、どれかのメッセージが過剰に来ていないかとかを確認したりすることに使用します。まあ、例えば、まあ、私自身の過去の経験等も交えさせていただきますと、例えばこの中の特定のメッセージが過剰に来ていることで、ビットレートどころか、まあ、スイッチの CPU 使用率とかも安定せずに PTP もロックができたりできなかったりっていうような事象がありましたので、こちらの画面を見ることでそれらをまあ、確認することが可能です。例えばマネジメントメッセージが 90% を超えるほど来てるよって、それそもそもおかしいよねっていうようなところをこちらで確認していただいたりとかが可能です。はい、ありがとうございます。ではあのここからはですね、ここまであの弊社の方から一方的にご説明してしまいましたが、いよいよ実際にライブということもあってですね、今成さんにこの UI を触っていただこうと思います。今成さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、ではちょっとユーザー代表でやってみたいと思います。画面を共有させてもらいます。お願いします。ですね、この画面、ズームの共有結構あれですよね、よく間違えますよね。わかります。ですよね。これかな。あ、これですね。あ、すみません。ちょっといきなり自分が映ってますが。はい。Chrome で、今のところにアクセスしたいと思います。はい。アドレスが、10の、170の、0の182ですよね。0の182で、3000ってこれポートですよね、多分。はい。ですよね。ポートです。はい。じゃあ、やってみます。お願いします。おお。おお、実はですね、私このちょっと素敵なこの背景でやっておりますが、自宅から今参加しております。で、今のこの10-170-0-182というのは、このバーチャルプライベートネットワーク上で、マイアジェンド山本文治さんからアサイン、まあみんなでこうアドレス体系で決めたんですけれども、まあ、その中でこのアドレスでもってアクセスできるというやり方で、今皆さんがね、今日ご視聴いただいている皆さんがこの 10-170-0-182 を打っても、まあ、アクセスできないんですけれども、これなんでこれを今お見せしたかというと、通常ですね、マスターコントロールの皆さんの業務って、やっぱりそのマスターコントロールとにかく24時間参考体制でいて、とにかくずっとそこにいてこうモニターを監視するんだっていうのが、やっぱり、どうしても、必要なところになっていたりするかもしれないんですけれども、こういった仕組みを使うと、もしかするとですね、3分の1の方は、じゃあその現場に詰めているんだけれども、別な方は、じゃあ何時から何時まで、家からリモートでこの監視業務に参加してっていうようなね、こうワークフローっていうのも、
だんだんこう可能になってくるのではないかなみたいなことをまあ思います。はい、ですので、バーチャルプライベートネットワークっていう、こう、セキュアネットワークを組んでいただくことで、こう非常に、なんでしょうね、重要なリソースに対しても、極さんだと、多分これ、データセンターというのをあえて立てつけているのは、やっぱりその、まあ、将来的にそのクラウドっていう方向性にね、道が開けていったとしても、まあ、放送設備としてのその、オンプレミスに、やっぱりそのプロセッサーがあるっていうところは、それが局内にあるのか、局外にあるのかっていう違いはあっても、やっぱりその重要なリソースの拠点であることは変わりがないと思うんですけども、その重要なリソースの拠点が、今どういうふうな状態になっているのかっていうところを、こういった遠隔からでも、きちんとその監視とか、その把握ができるんだっていうところは、すごく大きい要素かなというふうにまあ思いました。はい、で先ほどちょっと本田さんからもお話があったんですが、こちら の下のイーサネット2っていうところはこうドロップ感とかもすごい数でこう増えてますけれども、これ実はさっき黒みが突然発生したとか、あのあたりにこうこの IIJ さんのデモに向けてなるべくその EOM の方で信号を取れるようにいろいろ調整していただいたときにですね、IIJ のデータセンターはNVIDIA さんメラノックさんのスイッチをこうメインで構成させてもらってるんですけれども、そのまあ、IIJ さんの機器に対して10ギガの、インターフェースが4つあるんですけど、そこに対して、例えば、SNP というのは先ほどお見せしたマルチビューアーの SNP、まあ、これですけれども、その、あ、すみません、ちょっと、これライブでこういうありますね。はい。これです、これです。はい。で、この機械は、1U の機械なんですけれども、HD だと 32K とか一気にプロセスできるんですね。ですので、インターフェースとしては100ギガのインターフェースを持っています。で、その100ギガのインターフェースがメラノックさんのスイッチにつながったら、当然100ギガで受けるんですけれども、それを、ミラーリングっていう形で EOM さんに渡すときに、EOM さんの方は10ギガで回っているので、これ、実は100ギガのその何ですか中に流れているのをそのままこの10ギガのポートを出してえいっていうふうにやってるので、これ当然こういうのが起こるっていうことが、実は私知らなかったんですけど、そういうことが起こるんだっていうことで、はい、どうしましょうって相談したらですね、IWI さんもいやいやむしろこれは正常な挙動なんですというところでいい例になるのではないかというのはなるほどねっていうところもあったんです。はい、でちょっとこのイーサネット2っていうのをこうちょっと私あごめんなさいあれこれありますねこれライブのね、はい、えいってやるとこの画面になって、はい。で、まあ、ちょっと私もまだまだ操作そのものがねよくわからないところもある中でですね、まあ、ちょっと面白いなと思ったのは、20がビデオ、30が音声、40がアンシラリーということで、これリーダー電子さんの方からアンシラリーのデータ作っていただいて流していただいたりとかいろいろしているところでございます。はい。でこの PTP というところをちょっと、クリックさせてもらってですね。私はまあ、PTP はかなり自分の中でも主要なテーマとしてここ3、4年やっているっていうところもありますので、で、まあ、すごいなと思ったのは、まあ、さっき長谷川さんのご説明にもありましたけれども、こう、なんでしょうね、こうやってカーソルを当てると、このディレイリクエストとか、ディレイリスポンスとかディレイリクエストとかっていうのは、みんなこういった形ですぐに、こう、どのぐらいの、時間がかかっているのかっていうのも、すべてこう出てくるっていうのが、まあ、こういうところはやっぱり FPGA のパワーだなという思うところがすごくございます。あと、この下の方のこのグラフですね、こう、どんどんこう状態もこう遷移していくっていうところです。で、その他にも、こういったその IP アドレスであったり、まあ、MAC アドレスであったり、いろんな情報がとにかく、やっぱり、冒頭に説明しましたけれども、その IP であればこそここまで詳細な情報っていうのを瞬時にバーンと出せるっていうところは、やっぱりすごいなっていうところは思います。他方で、おそらくこういうその、ダンとこう出てきたこれらに、なんでしょうね、やっぱり初めて触れると、まあ、とにかくビビってしまうっていうところが、やっぱりあるかなと思うので、その、まあ、ラーニングカーブっていうかですね、火曜日か、かの有名なのスカイラインコミュニケーションズさんのウェビナーっていうのをまあやらせてもらったときにですね、やはりまあ、IP 化の一つの大きな、その、なんでしょうね、その、難しさのところは、やっぱりスキルセットというの部分で、新しいスキルセットをね、放送技術の、皆さんもこう身につけていく必要があるっていうところで、やはり、なんでしょうね、こう、少しそのハードルっていうのが
あるんではないかっていうことを、まあスカイライコミュニケーションさんがおっしゃっていたのを、なんとなくこのすごいなと思いながら思い出しました。はい、まあそんな感じでですね、まあ多分こういろいろな画面があるのだろうなと思いながらですね、先ほどお二人のご説明で大体私としては結構圧倒されていてですね、まあ、まだこう知るべきことはきっとあるんだろうなと思いながらですね、はい、ということを思いました。ありがとうございます。そうですね、ちょっと私の方から、まあ、こういうのあったらいいなっていうところで言うと、まあ、先ほどのちょっと PTP の画面に戻らせていただくと、やっぱりですね、絵があるといいなと思います。というのは、まあ、とにかく IP になると、ね、先ほど の, その SNP っていう機械でも 1U で 32K 等とか HD で処理できますし、100ギガだったら本当にもう100系統みたいなのが普通にこうやり取りされるようになると思うので、例えば SNP って書いてあっても多分何十系統もある中の、これはじゃあ宇都宮からの信号だとか、これはニューヨークからの信号だとかっていうところが、なんでしょうね、こう選択するとこうポンと、小さいこうプロキシみたいな、あ、これは間違いなくニューヨークの絵だなとかっていうことがこう、なんでしょうね、目で分かれてこれらのデータを見るっていうと、よりですね、こう全体的な状況を把握というのはこう早くいくのではないかなみたいなことは思います、ね、はい、はい、ありがとうございます。そうですね、現状は実装されてないんですけれども、今回12月末のアップデート、 EOM のアップデートがございまして、その際には映像音声のデコード機能ですね、今おっしゃっていただいたように絵が出る機能も実装しまされますので、それも含めて次回こういった機会があった際にはですね、お見せできればと思います。ご意見ありがとうございます。今、今成さんにお話しいただいたような項目ですね、IP 放送における課題と、その EOM で得られる導入効果というスライドを出しておりますが、実際に可視化をすることで解決できる課題というところにアプローチをしておりますが、リモートでですね、実際にマスターシステムの方々のリモートワークのその一助になれればというところもございまして、まだまだ EOM としてどういった機能を拡張していけばお役立ていただけるかというところも検討してまいりますので、そういったご意見もたくさんいただければと思います。よろしくお願いします。追加開発のロードマップというところで、今弊社の中で検討している、もしくはもう動いている、実装に向けて動いているロードマップがこちらになりまして、まずはじめがですね、冒頭でも紹介した EOM Arbeo U200 バージョンの100ギガ対応ですね。こちらも2020年12月末に対応完了見込みです。はい。で、次が映像音声の出力、レコード機能ですね。ご意見いただいた項目についての実装です。はい。で、追加プロトコルに関しましても柔軟に対応を行いますので、2110-21 には開発を検討しておりまして、で、もう一つがパケットキャプチャー機能ですね。こちらパケットドロップの数と識値を設定していただきまして、いくつ以上のパケットドロップが発生した場合には、発生した時点から、まあ、決めた時間、5秒であったり10秒であったりを遡って、事象が収まるまでの時間の、障害をキャプチャして、自動で送るといったような、運用負荷を軽減するための仕組みですね。こちらの開発を検討しております。で、同じように IPv6 の対応にも、対応の開発も検討しているというような状況です。はい。で、まあ、こちらの画面がちょっと経路が変わってしまうんですけれども、ここからは EOM の派生製品の、紹介ですね。パケット障害発生装置というものを今開発を検討しておりまして、こちらはですね、実際に流れているパケットを故意的に破損させて、帯域に負荷をかけたりするといった製品です。すみません、帯域に負荷をかけるのはパケットの量を増大させたりするというアプローチですね。こちらは具体的にIP 設備の設計であったり、製造構築ですね、お普段からされている今成さんにちょっとご意見いただきたいなと思うんですけれども、こういった製品っていかがでしょうか。はい、これもですね、ちょっと私が公平を期して回答をしなきゃいけないと思うんですけど、はい、
まあ、大きな局さんのね、検証会、POC、プルーフオブコンセプトなんかでは、必ず登場しますし、あと、もう少しですね、本当に絞った実案件っていうところでも、その、こういった、パケット障害発生装置というのが要求仕様に入ってきたりするっていうことは結構実はありまして、はい、で現実問題として誰も持ってないっていうところがあたりはするわけです。で、まあ、外国製品ですよね、パケットストームとかも有名な製品もあると思うんですけれども、まあ、皆さんがその、まあ、国内メーカーさんとしてね、こうやっぱり選択肢がこう広がることは、もちろんそのユーザーさんにとってはね、間違いなくその喜ばしいことであろうなということは思いますかね。はい、ありがとうございます。そうですね、今おっしゃっていただきましたが、実際に我々がその国内ベンダーというか、そのこともございまして、実際にご意見を反映させた形で開発をすることができるというところが一つ大きな強みだと思っておりますので、実際にこういった製品をお求めの方がいらっしゃいましたらですね、ぜひご意見をたくさんいただきたいなと思います。よろしくお願いします。質疑応答の方に移らせていただきたいと思いますが、現状でいっぱい来てますね。来てますね。素晴らしい、ありがとうございます。ほぼほぼ長谷川さんですかね。はい。そうですね。あ、すみません。だいぶ前に来てますね。はい。あ、NDI についてもありがとうございます。うん、ご意見いただいてましたが、ご質問ですね。日常的な運用ツールと考えたときに、何か定常状態で何が異常なのかを明確にオペレーターに提示できる必要があるのかなと感じました。そうですね。ありがとうございます。これも敷地等での設定、複合的に条件を設定して、何時から何時の間に、パケットドロップが一定間隔で起こった場合にこういうメッセージを飛ばすというようなところは設定はできるんですけれども、我々のちょっと現場の方々のそういった勘どころが我々にはなくてですね、そういったノウハウも合わせて条件を設定して、よりオペレーターの方に分かりやすい条件でメッセージ等で通知できるように今後開発を検討していきたいと思います。ありがとうございます。それに加えてですね、トレンド情報を表示するっていうようなものも、ただ今開発を進めておりますので、例えば1ヶ月分のデータをこちらで、まあ、蓄積して、まあ、この日はこんな感じだったよとかっていうような形で表示ができますので、どんどん使えば使うほどある程度どんどん情報も蓄積されていくと思いますので、そのような形で、あ、これはやっぱりおかしいんだっていうのがトレンドを見てわかるっていうようなことも今後できるようになっていくというように考えております。はい、ありがとうございます。はい、順番に行きたいと思います。次が対応フォーマットについてご質問いただいておりまして、 CMAF ですかね、読み方は。対応予定はありますでしょうか。こちらプロトコルとして現状は対応予定はないのですが、どういったプロトコルなのかっていうのを、ちょっと弊社社内の開発チームと相談して検討させていただきまして、対応することが可能かどうかっていうところについては回答させていただきます。今回は、はい、こちらも個別で回答させていただければと思います。ご質問ありがとうございます。次がIPv6 対応についてどのような意図をお考えでしょうか。そうですね、現状は基本的に IPv4 が、まあ、今ネットワークで基本になっていると思うんですけれども、まあ、ちょっと徐々に IPv6 も使っていきたいなっていうようなご意見をいただいておりますので、そういった意味で、まあ、IPv6 転送でも同じように、まあ、データが来た時に解析できるように、まあ、IP 化された時に IPv6 はちょっと使えませんっていうようなことはないように、IPv6 にも対応していこうっていうような意味で、まあ、対応を行っていこうと考えております。はい。はい、ご質問ありがとうございます。はい。はい。他にお気づきの点やご質問とはございますでしょうか。あ、ちょっと今なりなんですけれども、はい、まあ、まとめじゃないんですけれども、少しコメントさせていただきますと、はい、まあ、今その、西の U であるところのね、A 大阪帝国放送テレビさんからこの NDI も実際考えていらっしゃるということで、あの局さんも考えられていらっしゃるんだなというところが、こうすごく なんでしょうね、こう業界全体の変化というものも感じたりするんですけれども、やっぱりその今後ね、やっぱ広域のネットワークでの運用であったり、データセンターとか、まあ将来的にはクラウドっていうところもまあ視野に入る中で、
まあ、有名なあのスカイラインコミュニケーションズさん の, あのデータマイナーとかですね、あの例えばリーデルさんの代々木で何か起こったぞっていうのがこうすぐポンとこうアラームになって上がるとかっていうような、その監視の体系っていうのはすごく重要だと思うんですけれども、あのCPU が発するその、まあ、例えば死活監視情報、なんかちょっと電源が死んでしまったみたいだよとかっていうのはもちろん大事なんですけれども、まあ、先ほどもちょっと言いました、その放送設備はね、やっぱり重いプロセッサーを持っているそういったのビジネスなので、まあ、局内にせよ局外にせよどこかにやっぱりそのオンプレミスのかなりその何でしょうね、こう重厚長大なあのインフラというのは残ると思うので、まあ、そこの中で実際にその信号がどういう状態であるのか、パケットはどういうふうな状態であるのかっていうところを、まあ、リアルタイムテレメトリーって呼ばれてる、まあ、エリアかと思うんですけれども、あのやはりそういったところがますます今後多分重要性が高まっていくのではないかなというふうに思います。ですので、あの冒頭のですね、 SDI か IP かっていうところで言うと、その IP はこう目的に応じてね、あのもう最適なその技術であったり最適なソリューションを選択できる、選択しうるっていうところがね、やっぱりあの最大の強みだと思っているので、まあ、今後もあの、まあ、そういった視点をね、なんか忘れずに、あのこう製品化であったりとか、我々もそのシステム設計に、まあ、そういったその初心貫徹というかですね、そういうところをこう忘れないように、まあ、やっていきたいなというところは、まあ、今日、まあ、セッション参加させていただいて思いました。ありがとうございます。そうですね、はい、あの実際に今後どういった形で放送事業者の皆様のお力になれるか、ご協力できるかというところも含めてですね、取り組んでまいりたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。